栗山新兵衛は、江戸時代後期の森岡藩士。秋田戦争で活躍し、戦争後は、戸和田湖開拓に従事し、休み屋を開発した。栗山家はもともと、五条目町の出身で、五条目の両県寺の過去町に記載があるという。後に、森岡藩の花は大町に移り、秋田屋の屋号で、荒物雑貨商を営んでいた。代々十八の名前を継いでいたが、 11代の、新兵の代からは異なる名前を名乗っている。新兵の性格は温厚であった。山口流憲法を、石油平太に、柔術を、桜井忠史大部に学んだ。さらに、花輪から12キロメートル以上離れた、毛間内まで毎日往復して、泉沢京介の塾に学んだ。安政2年2月、32歳で、国意改伝を許され、兵法教授に当たった。 花輪における兵法教授の初めてである。明治元年の秋田戦争では、森岡軍の奈良山佐渡の右腕となり、花輪隊の大役を務めた、岩瀬海戦等に従軍する。起陣した、新兵の陣業には7発もの弾痕が残されていたと伝えられている。明治2年には、戸和田湖畔の神田川沿いの休み屋に今日定め開拓を行った。これは、 安政2年にすでに森岡藩に開拓許可願いを提出していたもので、慶応2年半から開発援助の沙汰があったが、実際に開拓事業を行う前に秋田戦争が始まったものである。栗山新兵の目的は、森岡藩と県猿の中であった津軽藩に対する国境警備のためのトン開発が最大の理由であった。 新兵は五男のま次郎と、長塾におともなって、安すみ屋を開拓した。戸和田神社の参拝などで、人は通っていたが、数年で居住したのは新兵家族が初めてであった。明治4年には仮住まいを払い神田川佐賀に家を建てた。地区に桑の木が多かったため、養蚕を目当てに、明治10年頃には安すみ屋は3、40個の村落をなしていた。 明治8年から開かれていた演山の戸和田鉱山だったが、明治15年頃には最盛期を迎え、新兵は桂の大木をくり抜いた丸木船のほかけ船で農産物や建築資材を演山まで運び、生活が安定してきた。新兵らは商売の帰りに強風で船が転覆し、岸に近い小島で人を明かした。以来その島は、 和代ヨと呼ばれるようになったという。他にも新兵は、宝来島や千本松などの戸和田湖の名称を名付けたと言われている。老朽に至り、明治32年定の聖衣門一家を代わりに入職させて、花輪の聖火に戻り療養生活に入ったが、療養も虚しく、明治33年に死亡した。その後、休み屋は戸和田湖観光の中心地となっていく。 戸和田湖開発のヒ和田湖を初めて開拓した栗山新兵衛を記念し1967年10月31日県内外より150名の参集者を得て盛大な戸和田湖開発の石踏みの除幕式が挙行された。これは新兵衛の彦にあたる小坂町長儀の栗山小八郎の努力によるもので一族に激を飛ばし募金をはじめ除幕式は北は札幌 南は、久留米から集まった一族と来賓者を得て挙行された。碑文は、秋田、青森県知事を歴任した、武田千代三郎の著作から新米の解説文を掘り、里面には、花輪の河村左学の栗山先生伝を刻んでいる。ありがとうございます。